はようございます、ゆずです。2年ぶりに野沢トレイルフェスに出てきます。もう久しぶりで楽しみなんですけれども、前回の時も動画に載せたんですが、すっごく楽しいちょっとトレイル大会で、今日も家族揃って、うちのチーム揃ってみんなで出る、行事です。スタートがね10時半って言って、まだちょっと全然余裕があるので、今道中オブセサービスエリアで朝ごはんを食べてます。でここから会場の野沢温泉スキー場に向かうというわけです。すっごい暑くなりそうなんで、今日ちょっとやばいですね。楽しく行ってきます。暑そうです。のどかです。長野来ました。お母さんたちと現地集合なんだけど、今まだ7時45分です。みんなもう会場ついてるって言われた。おじさんたちは行動が早いです。ちっちゃいサイズ。会場に着きました。長野県飯山市野沢温泉スキー場ですね。ここが、ゴール会場ですね。スタート会場はゴンドラに乗って今から上まで上がって上からスタートになるんですけれども、なんか最近ちょっと財布が壊れたので防水の軽い財布を買いました。1800円。よかったです。めっちゃ暑い。ここちょっと今日心配ですね。戻ってきました。ゼッケン と、T シャツです。やっぱデザインが可愛い。今日はすごい暑いので、1本、麦茶と、うちはパウダーの蛍光補水液を今日ちょっと入れました。熱中症対策ですね。上の方上がると虫結構すごいんで、虫除けスプレーもちょっと直前まで吹っかけとこうかなと思います。今から私たちはあれに乗ります。よし、暑いよ。さあ今ここ長坂ゴンドラ乗り場です。今からこれに乗って上まで上がっていきます。参加者選手はこのリフトが今日は無料です。じゃあゴンドラ乗ります。まで上がっちゃいます。びっくりしたら高いね。3階の結構な比率じゃない。なんかこれどんどん降りてくるんだね。上がってます。最高。そのもいや違う。はい、会場に着きました。今日私が参加する野沢トレイルフェスですね。野沢温泉スキー場が会場になるんですけれども、ここは冬場はもうウィンターリゾート地っていう感じで、スキーが、ね、楽しめるところになります。でそこの、ね、ゲレンデなんかを夏場こう私たちはこう走らせてもらうという、はい、今日そんなゲレンデ下りが楽しめるコースです。なんといってもですね、ここまでダウンヒルが楽しめる大会はないって思うほど、上からもうずっと最初下りっぱなしなんですよ。で開放的な景色に飛び込んで、その後小菅神社っていうちょっとパワースポットですね、その中に入って大きく一山越えるというコースになります。距離が27キロで、累積標高が960メートルアップですね。初心者さんでも参加できます。楽しめます。私たち今日はロングの部出るんですけれども、その他にショートの部とあとキッズの部がございます。ちょっと今日はダウンヒルを思いっきり楽しみたいと思いますね。野沢温泉村にこう飛び込んでいくような、はい、絶景トレランでございます。しばらくねまだ時間がありますので、ゆっくりねこの山頂のこの景色広場でのんびり過ごしたいと思います。盛り上がってます。スタート10分前ですね。招待選手がね結構豪華ですね。なんかすっごい速い人多いのでバチバチになりそうですね。このうちのチームトレイルデビューの彼。もう間もなくスタートです。ここで
日が当たるとめちゃめちゃ暑いんでちょっとした心配ですね。まずここからダウンヒルでガーンって下がっていって、もう暑い下まで下がります。その後、暑さに耐えながら小杉神社を目指していきます。まあぼちぼち楽しく皆さんにね、いろいろレポートできるように走りたいと思います。野沢トレイルフェス、この距離と標高ではわからないきつさがあります。さあ、このしんどい暑さを覚悟して行ってきます。スタートしました。元気よく行ってきます。よし、行ってきます。今日もアフレコで解説していきます。トレランは道が狭くなるときに渋滞しますので、渋滞を避けたい場合は真ん中や前方からスタートしましょう。まずは上野平駅の周辺をぐるっと快適なふかふかトレイルコースを走っていきます。いっぱいいっぱい動いてくれて暑い、立ち汗なんだけど降りたときが怖い。ここからダウンヒルです。ダウンヒルというのはいわゆる丘を下るということで、スキー場のゲレンデを下るということをよく言います。めっちゃ快適。ここから絶景に飛び込みます。楽しいね。ここがね、冬は一面雪のスキー場なんだよね。ほとんど障害物もなくふかふかのところ走れちゃうので、こう見てわかるようにだいぶ私飛ばしてます。夏場しか味わえないゲレンデトレイル、おすすめです。眺めがいい、これがいいですね。最高。走れるからちょっときついけど楽しいです。ここから絶景、めっちゃ綺麗。飛び込んできます。いや、下りにするって暑すぎる。やばい、もう暑い。ありがとう。これね、ここからがこのコースのナンバーワン絶景。飛び込んでいくよ。最高。イエーイ。怖い、飛びながら怖いんだけど。あー、すごい、どうよ、見て見て、これよ、みんなここを下るんだよ。すごくないですか、激下り。ここからちょっと怖いです。あんな下まで下ってます。見える下がね、こんなに下れるレースはなかなかないよ。楽しい。下に降りてきました。激アツです。やばい、これは熱中症危険ですね。ちょっとペースを落とした方がいいかも。辛い着車に行こう。ここから上りでございます。ゲレンデ。暑くてもこのスタイルです。エイドに着きました。1時間27分です。ちょっと暑さにやられますね。ああ、早く日陰に入りたい。熱中症危険です。水分もだいぶ減りましたね。暑さが辛いときは水を頭からかぶります。全身濡らします。とりあえずめちゃめちゃ暑いんで、塩タブレットとかちょっとまめに取ってます。手ぬぐい顔に巻くと割と楽です。はい、日陰が幸せですね。なんか2年前より全然暑いかも。ちょっと今さっき水分ガブ飲みしちゃってお腹がタプタプなんで、ちょっと歩いてスタートしようと思います。北竜湖に出ました。ここが北竜湖です。沖湖です。しかし暑いっす。綺麗。ここから小杉神社登っていきます。いいところ。よし、
ここが修行のところです、場所ですね。めっちゃ登っていきます。今まですごく走れたので足使っちゃうんですよね。暑さもあってしんどいですが、淡々と行きます。この登りですっごい汗がダーダーに出てきたので、塩タブレット結構 2,3 個ぐらいまめに取ってました。また川の水とか見つけた時にはすぐ手ぬぐい濡らして顔に巻いて、なるべく頭とか冷やすように心がけました。ここはコース上の一番の難所かな。こんなところもある登り切りました。20キロ過ぎました。2時間57分でした。いいかな、まあ、とりあえずこのまま行けば3時間台にはつけそうなんで安全に行けます。よし、登りしんどかった。下りがちょっと走れてるんで OK です。戻ってきました。2回目のリードつきました。3時間29分です。暑すぎて死んじゃう。ありがとうございます。暑いです。しんどい。あともうちょっと頑張ります。ちょっと水浴びします。あと1キロ。よし、あと1キロです。今3時間42分なんで4時間内には行けそうです。よかった。日陰に入るとちょっと楽なんだけど、やっぱり日向きついね。今日は道中結構熱中症っぽくなってる人結構いて、足つっちゃったりとか、なんかクラクラしてる人だったりとか、だいぶ危険ですね、この気候の中やるのね。まあ、私も暑さ対策を万全にしてきたんで、まあ、一応それがなんか効いたかなっていう感じで、登りはさすがにバテたけど、まあ最後までしっかり動きました。何よりちょっとこの手ぬぐいのこの使い方は新しい発見ですね。風が通るとこれめっちゃ涼しい。顔周りに巻くのおすすめです。よし、頑張ります。やった！ゴールが見えました。ゴールが見えてるよ。最後にこの下り来る。ちょっともう暑さでバテバテです。久々なんかしんどかったですね、このペース。ちょっと楽しかったけど半分楽しむ余裕なかったです。年々暑くなってますね。戻ってきました。やった、暑い。よし、ありがとうございます。ゴールです。今日はこのスタイルのままゴールします。年代別サインいただきました。やった、表彰台上がります。年代別サインいただきましたんで表彰台今から多分上がるんですけど、はい、フェスなんでその前にもビールいただこうと思います。やった。今日はもうね、暑かったです、ね、全然2年前と比べ物にならないぐらい暑くて、ちょっと体調管理というか熱中症にならないようにっていうのが結構大変でしたね。まめに塩タブレットを取りましたし、手ぬぐいを顔に巻いてもう全身濡らしてみたいな、なりふり構わずびしょ濡れで走ったんですけど、まあそれでなんとかっていうところですね。はい、ちょっとこっからこれから夏厳しいです。なんと奇跡の年代別サインいただいたので、この後表彰台で表彰してもらいました。ランナーおかえりなさい。
チームユズの仲間もギリギリみんなゴールしました。さあさあ、トレイルデビューだった彼はね、はい、最後このような感じ、熱中症になり皮ドボンしておりました。